防災とボランティアについて学んでもらおうというイベントが高松市で行われました。イベントは災害が起きた際の対応を学んだりボランティア力を高めてもらおうと初めて行われました。会場には災害時に活躍する小さな重機やトイレカーなどが展示されたほか、自分が住む地域のハザードマップを作ってくれるコーナーなどが設けられました。こちらは災害で破損した瓦の代わりに使うアシスト瓦作りを体験できるコーナーです。作って備蓄しておくことで災害が起きた際にすぐ使うことができるということです。すごい楽しくできるし簡単に作れるからいいなと思います。こういう備えは簡単なものもあるのでいっぱいやってみたいなと、チャレンジしてみたいなと思いました。香川県にも大きな被害が予想される南海トラフ巨大地震は今後30年以内に 70% から 80% の確率で発生するとされていて、主催者はこうしたイベントを通じて災害が起きた際の心構えなどを学んでもらえたらと話しています。